皆さんごきげんよう。ゲームチャンネル YouTube へようこそ。リーダーのゲームライナーというしゃぶ一郎がお送りします。ここはですねピカラスタジアムに来ているんですが、今日のテーマはですね明治安田 J3 リーグ第2節カムタマーデサネキ VS カターレ富山、この模様をお送りしたいと思います。今日はですね、僕はですね、今シーズン初めての観戦ということになります。リアル生観戦ですね。昨シーズンはですね、奈良クラブ、すみません、ワンダーレ八戸戦と奈良クラブ戦ですかね、そちらの分を、見に行きました。この2試合だけですね。今日は今シーズンは5試合を予定していますので、そのうちの1試合目となっています。今日は勇者部一郎も参加、初参加と、風先輩、いつきちゃん、かりんちゃん、そのうちも初めて参加ということになっていますので、ね、楽しみにしているんですね。ではよろしく、それではよろしくお願いいたします。はい、現在のピカラスタジアムにあります蒲田広場の現在の、9時34分現在ですかね、の情報、今日はこんな感じになっています。グッズもありますし、あといろんな部分も出ています。で現在も、調査していますので、はい、こんな感じです。おはようございます、よろしくお願いします。はい、しっかり挨拶することは大事です。はい、なかったですねはい、挨拶はきちんとすることですね。はい、そしてスタジアムグルメはこんな感じです。今日はですね10店舗を予定しています。もう準備着々していますね。はい、こんな感じでございます。はい、それではですねスタジアムグルメの紹介をします。スタジアムグルメの紹介はですね、カリンちゃんとそのっちにさせていただきます。僕はちょっとノーコメントさせていただきます。ご迷惑をおかけします。します。なお、この件についてはですね、ホームページに載せていきます。詳しくは概要欄からご覧ください。はい。いただきます。今日はですね、10店舗予定しているのかな、最初は1店舗目です。続いて2店舗目はこれ、3店舗目はこれ、4店舗目、5店舗目、6、続いて7、これからのね、はい、8店舗目はこれ、9店舗目はこちら、最後10店舗目は骨付き緑の部分です。はい、この方がですねサヌピー、はいですね、はい、サヌピーです。このサヌピーはですね、2017年かな、何年だか忘れたんですけど、2018年かな、から登場したキャラです。まあ、特徴的にはですね、この、ちょっとごめんなさいね、これ。これが、うどんに入っているものがそうなんです。体重もこのうどんによって変わるというのが特徴でございます。ぜひ覚えておいてくださいね。はい、ここはですね、キックターゲットと、なんか物があるんですけど、今回はですね、なんと、子供たちのなんか、をイベントしているというのが、特徴でございます。こういった人もね、例えば、キックターゲットとしては、そうですね、こういうポイント数もあるのが、狙うところを
っていくのがポイントのやつです。そしてもう一つ、こちらはですね、子供たちね、もうね出ているようです。はい、可愛いです、めっちゃ可愛いですね。まあよく考えたなということになりますね。はい、はい、ここはですね、かまたまです。抜きの、まあ、バスで止まってる、待機場でございますが、まもなく、かまたまです抜きの選手たちが、ここで、ここピカラスタジアムにやってきます。そちらの部分をね、皆さんご覧いただきますので、よろしくお願いします。今回のかまたまです抜きの現在、の状況ですが、まあちょっと誰かが怪我しているかなと思うんですが、ちょっとハテナになってるんですね。うん。はい。誰か入って、スタッフでしょうか。はい。まあ、はい。じゃあ、はい、今映っている方はですね、この方、今映っている方はですね、元かまたまアリさん級のプレイヤーでありました、現在はですね、強化部部長兼地域連携協定リーダー担当の竹内明さんです。ウィーディフ、はですね、主にディフェンダーのセンターバックをしていたかな、うん、その方だったということでございます。はい、さあ、まもなく、ね、サポーターが、かまたまサポーターがね、もうまもなく、今かで、到着すると待っている状態でございますね。早く来てくれないかなと思いますよ。まもなく、よし、OK、ナイス。選手たちがまもなく到着しそうです。今、さぬき大機体さんという、あの旗の、グループの方がですね、もう今、ちょっと見えにくいんですが、来ております。上がっています。そのが、もう間もなく到着するのではないかと思われますよ、ということです。あ、ちょっとごめんなさいね。はい。さあ、間もなく来ます。今かと。来ますね。はい。かまたまレスのちゃんとも実はあるんですよ。詳しくは概要欄からご覧ください。またね、応援したいなということもありますが、ぜひ見てください。また、今シーズンのね、新ちゃんともありますので、ぜひそちらもね、ご覧ください。かまたまレスの、サポーターグループ、こちら、もうありますので、よかったらですね、高評価、チャンネル登録もね、ぜひ、この部分をね、よろしく入れていただければ嬉しいなと思います。まあ、僕もね、僕のチャンネルも同様ですので、よろしくお願いします。さあ、まもなく選手が到着しそうな感じありますか？遅れてますか？さあ、さあ、まもなく、サポーター迎え入れます。かまたま選手たちが
まもなく到着します。僕はですね、あまり歌いません。すいません。旗ももう準備完了しています。はい。まあ、写真のスタッフの方と、スタッフですね。はい。頑張ってますよ。で、前回、前節の岩手グルージャ盛岡戦はですね、実は、ダゾーンはもちろんなんですが、レミノという、部分があるんですって、その部分を今回入れていたということで、まあ、見ましたよということです。池内社長が来ていただいてます。ありがとうございます。はい。先ほど通った人はですね、蒲田マーレサヌキ社長の池内さんです。ありがとうございます。今日はゆなちゃんたちもね、応援して、優勝部の、
ということで頑張っていきましょう。さて、釜玉レサニッキではバスも変わっていますよということです。もう少しお待ちください。今日はね、もう皆さんが、こんなものがありますね。はい、池内さんも今日来ていますしね、ありがとう、頑張ってよもう池内さんがもういた時にもうみんながもうわーっとなってしまったねはい、さあ、まもなくバスが、こちらに入ります。ではちょっと見てみましょうか。はい、まもなくバス、選手のバスが到着します。実はですね、釜玉レサニッキの試合ではなくない場合もこのバス使っているところがあります。そうなんですね。はい、なんか忘れ物でしたか。今ちょっとね、スタッフさんが今なんか警備員スタッフさんが今ねなんかちょっと対応し追われている状態だということですが、どうでしょうか。まあ、ちょっとね、さあ、まもなくバスがこちらに向かいます。では、ぜひご覧、ごゆっくりご覧ください。このバスがですね、昨シーズンからですね、ちょっと新しくリニューアルされたものでございます。オールフォアサヌキですね。はい。めっちゃかっこいいな。かっこいいですよ、うん、これね、デジタル後ろがね、LED 一部 LED になってるんですね、うん、赤い点滅、赤い今すが、あれが LED だなということで、はい、で今ね、たまたまね、バスがバックして、こっち、まずこちらに向かって、まあ、待機する、まあ、帰りのバスにね、待機するというシチュエーションになっているんではないかなと思います。それも、おですね、はい、ゆっくり進んでます。が出ました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。はい、今日釜玉アレサヌキ VS カタアレ、富山の、試合のハーフタイムで、比較させていただくことになりました、ババミューと申します。皆さんよろしくお願いいたします。えい、ババミューさんですよ、はい、こんなにもたくさん、来ていただいて嬉しい限りでございます。はい、今日はハーフタイムでも弾かせていただくんですけど、このようにちょっと釜玉広場で、4曲ほどね演奏させていただきます。4曲、皆さんとかよろしくお願いいたします。突然ですが皆さん、試合勝ちたいですか。イエーイ、もちろんだ。ありがとうございます。まず最初に弾く曲はですね、勝利の時に
まあ、なあの勝利の時や引き分けの時に流れる BGM なんですけど、あの曲はあの実は私がちょっと弾かせていただいておりまして、はい、今からその曲をちょっと演奏させていただきたいと思います。それでは聴いてください。ウィンウィンウィンです。ウィンウィンウィン。どうした？さあちょっと今なんかちょっと音量調整を行ってます。はい、少しねちょっとお時間があるようなので。どうした？皆さん、私はあの朝早くからねここあのちょっと広場の方に来させていただいてるんですけど、もうねグルメがすごく美味しいんですよ。おお、そうやな。この中でもあの食べられてる方もいると思うんですけど、私はですねチーズハットグだったりとか、あとですねホルモン焼きとかいろいろ食べましたけど、もうね全部絶品ですね。全部絶品だということ。まだまだもうもあの物足りないぐらい食べたいです。おお。ちなみに皆さんは何食べられましたか今日は。カレーうどんだ。カレーうどん。あ、確かに今日ちょっとあの風が肌寒いのでちょうどいいですよねカレーうどん。うん、もちろん。カレーうどんがあるのはちょっと知らなかったので、ちょっと私も引き終わったら食べに行こうかなってちょっと考えてますよ。今日多分全通で行ったかなと思うんですが、どうでしょう。ちょっと今何かあったようですね。それでは、準備が整いましたので、聞いてください。ウィンウィン、ゴー。
とこれは素晴らしい曲なんですが、ちょっとビビりそうなので、ちょっと少し音量調整を行います。ちょっと難しいのでこちらにしておきました。はい、よいしょ。ワンユーさんはね、香川県高松市出身の、高校生ということで、宣伝があります。してる方ももしかしたらいるのかもなんですけど、12月14日ですね、私が本日 LINE スタンプを出しました。あ、LINE スタンプだったんですね。なるほど。2月14日といえば、まあ、バレンタインデーだと思うんですけど、その日に出せたということで、ちょっと特別感を感じてはいるんですけど、もし、良ければバルミューとバルインスタンプの方で検索していただいて、チェックしていただければなと思います。ありがとうございます。はい、OK が出た。今日はですね、春旗ビジャー縛りということで、はい、Jリーグのテーマを弾いてるみたいな方なんですけど、その方の曲を弾いていくと思います。それでは青いトンボチクル聴いてください。が出た。はい、それでは、また、テイク2ということで。テイク
Yes, thank you.
ライブは残り1曲となりました。最後の曲はですね、J リーグというかこの曲、早田美ちゃんさんで JT マを聴いてください。Thank you.
がとうございました。さすがですね。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。申し上げますが、たまたまで最近 VF 語れ、すみません。皆さんで今まで応援しましょう。よし。おお。ありがとうございます。それではまた、ハーフタイムでお会いしましょう。ボトミューでした。ありがとうございました。はい。ということでですね、バワユーさんの演奏、ありがとうございました。まぁ、あ、ちょっとね、途中ちょっと疲れてしまい、まぁ、あ、ちょっと、ユーサブ一度がちょっと一旦休んで、したりとかしていました。まぁ、あ、大変ご迷惑をおかけし、お詫び申し上げます。じゃあ次の動画、行きましょう。はい、ここはですね、ここはですね、フルモードライブというような状況ですが、どんなやつなのかと言いますと、こんなもんです。ね、こんな活動内容をね、書いています。食品ロスの削減とかもね、そういったものだということでございます。これが一つ目。二つ目はですね、隣にありますのが、ダーツの部分です。おぉ。ね、この人たちがね、ダーツに今、夢中でやっているよということでございます。そして三つ目。もう一つ。あ、すいません。はい。三つ目はですね、現在ですね、J リーグアズワン募金を今やっています。はい。こんな感じでやっているよということです。本日は、明治安田デスミリーグ。はい、ピッチ内、フィールドプレイヤーのピッチ内練習が開始されました。開始です。で、5分前にはですね、もうゴールキーパーの、ピッチ内練習が開始しておりされております。はい、今日はしませんか。これはカーナバルかな。さて、はい、パチ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 。
それではアルミチームスターティングライダーからサブスクリプトを発表しましょう。まずはスターティングライダーです。1番ゴールキーパー香川桃李、25番ディフェンダーラスミス翔太夫、ラスミス、46番ディフェンダー馬場上、16番ディフェンダー下藤優生、大丈夫かな。ただいただいまのスターティングメンバーと、リザーブメンバーはご覧の通りとなっています。ただいま、14番ディフェンダー下園選手、30番ディフェンダー大阪選手、ミッドフィルダーは16番猪木選手、17番は坪川選手、33番は高橋選手、11番が松本光平選手、元川田マーレさんの議に所属していた選手ですね。はい。そして9番フォワード選手です。ちょっと今、音声がちょっとすいません。見られています。失礼しました。当たり前は引き続き、選手紹介を行います。30番ディフェンダー、大里明。ちょっと、珍しいな。大丈夫か？16番ディフェンダー、末木弘也。ちょっと僕は、びっくりしたな。ちょっと、ちょっと待ってましたね。33番ミッドフィルダー高橋よしき、笑っちゃったな今。俺はと思って、ちょっと分かりませんでした、すいませんでした。ちょっと、そうですね、今日は炎上しました。炎上しました。そうやな、今回は炎上、ええこと言いました。はい。川合陽介選手は元ファジアの岡山に所属していました。10番フォワードマテウス・レイビア、当たられてやる監督は尾崎に打ち放です。あー、なるほど。いいよ。これが現在カターレ富山のサポーターです。本日の審判団をご紹介しましょう。主審松沢義和、副審宇治原拓也、副審柳岡拓馬、第4審判川野光介。本日のマッチコミッショナーは石橋里幸、レフェリーアセッサーは川野悟氏です。川野、さあ、まもなく、アマタバーレサヌキの、あら、はい、今映像が見られます。映像が撮りました。ちょっと映像が見にくいこともありますが、あらかじめご了承ください。これはどこ？わかんないけど。
吉田健太郎選手。
はい、なお、この件についてですが、ちょっと動画を、もんですけど、試合中は、ちょっと、諸事情の都合上に伴いまして、公開していません。どうやってするかと言いますと、かまたまあれさぬき、公式 YouTube チャンネルにて、ハイライト動画が流れます。そちらをご覧ください。詳しくは概要欄からご覧いただきますようお願いいたします。はい、結局試合はですね、引き分けました。結局、スコアレスドローで引き分けました。まあ、途中雪が降っとって、まあ、ちょっと、両チームやりにくい試合でしたね、これは。これはもうしゃあない。仕方がない試合だったので、まあ、これは、もう次回の試合に臨んでほしいなと思います。まあ、選手たちもね、まあ、冷えすぎと、試合終わったら、冷える。大変なことになりますからね。まずはちょっと温めていかないといけません。はい。かまたまあれコールが聞こえてます。寒い試合でした。もうめっちゃ寒かったですね。はい。そして他会場の結果も出ています。詳しいことについては、スポーツナビでご覧ください。詳しくは概要欄から貼っています。ぜひご覧ください。なお、今回はですね、土曜日と日曜日、開催しています。なぜかと言いますと、水曜日に開催されます。YBC ルヴァンカップですね。そちらのゲームがあるようです。これで、覚えておいてください。手振っていますね。改めて、サポーター、選手、スタッフの皆さん、本日は縁のはるばるお越しいただき、誠にありがとうございました。現在、松本浩平選手、ご挨拶してます。はい、ありがとう。みんな、手振ってますね。いいことですよ、サポーター。ことですよ。記録の安全をお祈りしております。ありがとうございました。そして、かまたまあれさぬき、なんか、後半45分の冷たい雪が降るスタジアムとなりましたが、熱量のあるバンクな応援。そうですね。勝ち点3をゲットできなかったのはやや残念ですが、まだ無敗です。ここから勝ち点をどうぞ。ドローですね。もう2000連続ドローです。よろしくお願いします。めちゃめちゃやったな。はい。それではここで季節のお知らせです。まずは次回のお知らせです。季節のホームゲームは2024 J リーグ YBC ルヴァンカップ。事前予約されているお客様は、京津電機側のバス停、丸亀スタジア
ターミナルシャトルバスにご乗車ください。16時20分発となります。シャトルバスをご利用される方はお悩みバス停までご移動ください。本日の試合ではフルタイムコース12名、設営コース14名、お掃除コース27名、撤収コース9名、前日設営コース5名のボランティアさんから運営にご協力してくださいました。この場をお借りしまして心よりお礼申し上げます。またボランティアスタッフは現在絶賛募集中です。たまたまあるさぬき公式ホームページの登録フォームを掲載しております。皆様の応募をお待ちしております。安全安心で魅力あふれるスタジアムを一緒に作っていきましょう。最後にお願いがあります。会場内にエコステーションを設置しております。ゴミは分別してお出しください。この後会場内のスペースを開始させていただきます。16時30分までにスタジアムからご退場いただきますようお願いいたします。さあ次のホームゲームは中3日で J2 浦和レッズ秋田をお迎えします。3月6日水曜日ルヴァンカップ1回戦ここからスタジアムで19時キックオフです。 J リーグとリーグ戦とはまた違った楽しみ方ができるかもしれませんね。どこまでも食らいついていけるようスタートから熱い声援を送りましょう。ではまた水曜日お目にお見せになりましょう。DJ アイマンでした。それでは素敵な週末と週明けをお過ごしください。社長はい、今日の試合は、ね、大変でしたね。で、ちなみにですね、その次節、次回のアウェーゲームは、向こう帰っていたんですが、これはちょっと間違いです。これ DJ ハイロさんの言った通り15時キックオフとなります。ぜひ お間違いないようお願いいたします。またホームゲーム、リーグ戦のホームゲームはですね3月16かな、16日、3月16日木曜日、3月16日土曜日ですね、失礼しました。3月16日土曜日 AC 長野パルセイロの試合を、お送りします。こちらもね、生で、お送りしますのでぜひお楽しみください。何の曲ですかねこの曲、もし何の曲なのかちょっと分かりませんので、もし分かる人いましたら、ちょっとコメントください。よろしくお願いします。めっちゃ冷たかったね、うん、寒かったな。富山サポーターの皆様もね、お疲れ様でした。まあ、素晴らしい。ここまでやってきました。まあ、おりますね。はい。そして、頑張ろう、北陸、富山。うん。頑張ろう、金沢。頑張ろう、石川。そうです。それもありますね。はい。いやー寂しい。今ね、まあ、芝生席、サポーター、釜玉サポーターはね、芝生席でね、今対応して、横断幕をね、片付けているところでございます。はい、今、バスが発車されています。あとね、はい、バスの様子を送りました。ではということで、よいしょ、はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の感想を言わせてください。今日はですね、カバタワーですが行きたい方で富山試合をお送りしました。まあ先も言いましたけどね、16時ぐらいですかね、の動画を出していましたが、
雪が降ったね、うん、大変でした。しかも寒すぎて選手たちが大丈夫なのか心配していました。もうそれしかなかったからだろうと思ってました。で、あと、まあ、スカイストローはもうここは妥当な結果でしたね。もうこれはしゃあない試合でした。勝利はお預けでしたが、まだ無敗であるので両チームともにまだ2敗、2引き分けですね。勝敗2つ勝敗ついていません。まあ今回は雪の影響で致し方がなかったなと思いましたね。はい、ということでございました。はい、なので、まあ、次の試合頑張っていただきたいと思います。ということで今日はここまでとさせていただきます。この動画が良かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もし何かありましたらコメントください。ただしアンチなコメントはやめましょう。ということで本日はコメントさせていただきます。お相手はリーダーのゲームライナーと優勝部一動画をお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画、次回の動画をお楽しみに。バイバーイ。